海と日本プロジェクト海で宝。ガジュー。7月16日沖縄の綺麗な海を守りたいを合言葉にスタートした RBC ビーチクリーンクラブの3回目のイベントが開催されました。できた。この日参加したのは RBC アイラジオ具志堅ストアパーソナリティの4人とおよそ130人のリスナーボランティアの皆さん。ゴミ拾ってなんか気持ちもねなんか爽やかになるかなって感じで、子供が結構楽しんでたんで経験としてもいいかなと。カンカンとか植木鉢とか。どこにおったんですか。この端っこの方、道路の向こう側、はい、うわー、みんなが見えないところにたくさんあるんだ。およそ1時間の活動で10袋以上ものゴミが集まりました。リスナーさんと一緒に、ゴミ拾いやって、もうめちゃくちゃなんかみんなでやることが余計ちょっといいなと思って。もちろんゴミはゴミ箱に捨てる当たり前ですけど、まあ落ちてたら拾うとか、みんなでそういう意識ができてたら綺麗な海も守れるんじゃないかなと思いました。海の生態系を守りつつで、ちゃんと海にも感謝をして恩恵をこれからも受けられるようにゴミ拾い続けていきたいなと思います。海って本来ゴミが落ちてはいけない場所じゃないですか。それを人間が住むことでこういうゴミがたくさん、それを拾うっていうのは当たり前のことだし、だからその自然とかに恩返しするって意味でもゴミ拾いは続けていけたらなっていうのは思います。またこの日のビーチクリーンは金町観光協会の協力もあり、参加者には町の魅力を PR するグッズや疲れを癒すマンゴーなどがプレゼントされました。おいしい、とっても。さらにバーベキューイベントも催され、金町のブランド豚キンアグーなども堪能。うまい、おいしいです。やっぱり気持ちがいいですね。ビーチが綺麗になると今まで金町はなかなか立ち止まってもらえない場所だったので、通過ではなくて滞在型になればいいかなっていうのもあって、でビーチクリーンだけじゃなくバーベキューも楽しんでもらって知ってもらうっていうところが入り口かなっていうのがあって、海が綺麗なところだとやっぱり観光に来ても楽しいし、あ、綺麗な海だな、もう一回行きたいなって気になってもらえたらいいなって思います。はい。海と日本。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。